はい、どうも皆様、こんにちは、ハッシュさんでございます。ね、今日もね、オリパやってきます。今日ちょっとね、まあ、同じカードショップなんですけれども、まあ、ちょっと隠してるんですけど、まあ、550円でちょっとまあ、傷物なんですけれども、まあ、レア、スーパーレアかな、スーパーベリーレア、スーパーレアしか入ってないようなカード買ってきましたので、ちょっと開けてみたいと思います。あとついでに、まあ、買ってきた、まあ、ストレージとかで買ってきたカードとかもちょっと紹介できればいいかなと思いますので、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ちょっと開けてきます。まずこっちから行きましょうか。はい、よし。ちなみになんかこれイラストかっこいいなと思って買ってきました。はい、なんかね、ボルシャッククロスネックスは知ってるんですよ。だから9マナのなんかこうコスト4以下のクリーチャー出せないみたいな、結構6かかってるようなクリーチャーなんですけど、こっちがね、まあ、結構まあ似たような能力なんですよね。はい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 、はい、結構強いですね。はい、まあ、進化クリーチャーってことでちょっとマナマ軽めで、はい、ちょっとこれはちょっと使ってみたいかなと思って買いました。次で、これですね。これも一応まあ、こう表裏になって、こうなってて、こっち側に入ってたやつですね。なんか最近クリーチャーいたな、今。はい。って感じのクリーチャーなんですけど、これがちょっとわかんない。これ強いのか、ちょっと皆さんで判断してみて、コメントで、ちょっとコメントでこれ強いですよ、とか、これそうでもないですよ、とかこう言ってくれたら嬉しいでございます。はい。ちょっと、ここら辺のカード、ここら辺のカードは、結構わかんないカードとか多いんで、ぜひともちょっとよろしくお願いします。次。おお、ボルベクロクロ、クロクロだって、ボルベルクロスドラゴン、嬉しいな。え、これちょっと嬉しいですね。ちょっと俺ら世代ですね、これ。これ、このクリーチャーにクロスギアコスト支払わずに、いくらでもクロスできるっていう、まあ、スピードアタッカーのダブルブレーカーですね。結構、ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい、これ。あー、これなんか別の動画出てたな。ジグス、ガルビね。カルビって言っちゃったけど、めっちゃ肉だったけど、うん。これ別の動画で、まあ一応能力見せとくか。そう、無月のもんってわかんないんだよね、俺。ダークライかな？はい。あ！俺がオラ。なんか俺これもなんか別の開封動画で見た気がすんな。うん。これちょっと俺がオラがわかんなすぎるんで、ちょっと皆さんでちょっと強いかどうかちょっと判別してみてください。ごめんなさい、これわかんないっす。はい。次。はい。なんかすごいな。すごいイラストだな。え、結構なんか怖いかも。はい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 。能力は？デーモンコマンドドラゴンか。このクリーチャーが攻撃するとき、各プレイヤーは自身の手札を1枚捨てる。はー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 、自分も捨てるんだな。で、自分の手札から闇のクリーチャーを捨てたとき、自分のシールドが2つ以下なら、そのクリーチャーをバト、強いっすね。待って、これあれだな。ブライゼ、さっき言ったこの連続で撮ったらバレちゃうんだけど、ブライゼナーガと相性いいな、これ。うん、強いっすわ、これ。あ、もうなんかモモキングって聞いたことあるな。イラストかっこよくない？待って、イラストかっこいいんだけど、一応見せる。能力わかんないっす、これ。切り札種がわかんないっすね。はい。って感じかな。ちょっとこれは、ちょっと見た目的な意味で嬉しい。あ、ヘンザね。ヘンザか。はい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 、はい。一応能力見せとく。はい。って感じかな。これも知ってますね。で、これが。出たー。これあれですね。ボルバルサークの呪文版ですね。はい。まあ、結構やってることえげつないっすよね。はい。まあ、エターナル呪文ですもんね。エターナル呪文。無双と竜騎の伝説、無双竜騎ボルバルザグですね、完全に。はい。次。で、これがチラ見してたやつだよ。ボルグさん。裏かな？裏見、ああ、そういうことか。はいはいはい。で、相手がコストを支払わずに呪文を唱えたとき、またはコストを支払わずにクリーチャーを出したとき、相手の手札を見ないで選び捨てさせるっていう能力でございますね。はい、次。アポロのストラゲリオンね。いや、強いっすよ。やっぱりアポロのストラゲリオン、やっぱりなんか、今でもこうさ、550円のオリパのさ、トップになるっていう意味わかんないですからね。俺ら世代です。はい。うん。いや、当時さ、パワーアタッカーとは3万になるって異次元でしたからね。っていう、ちょっと思い出話も含めて。はい。これもあれですね、この表紙になったやつだから、ちょっとこれ見て、
買ったんですけども、これごめんなさい、よくわかんないんですよね。はい、ちょっとお喉でちょっと見て強いかどうかちょっと言ってくれたら嬉しいでございます。次、はい、ああロマノフシーザー聞いたことあるぞお前。はい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 、まあこんな感じの能力でございます。ちょっと一時停止してみていただけたら幸いでございます。まあ優秀だよねこれ、俺これ結構優秀だしデッキ組んでますね。はい、次、お最高最高、嬉しいんだけど、マジか。まあ再録だけどね、再録だけどもちょっとピント合わない、再録なんだけど、いや待って嬉しいわ。いや欲しかったんですよブルートゥースブリーダー3枚目ですね、3枚目か4枚目なんですよね、嬉しいわ。次、おこれも嬉しい、待ってこれも嬉しい、アークテルラス、え待って、買ったんだよな、だいぶ前にメルカリで買っちゃったんだよな、あでも嬉しいわ嬉しいわ、世代です。能力、はい、相手のターン中このクリーチャーが自分の手札から捨てられるとき墓地のうっかりマナゾーンに置くっていう、あのなんだっけ、こうなんていうんだっけこれ、ごめん、こういう時の名前を用語忘れちゃった。ちなみにプルトデスブリンカー能力見せてなかったから見せるわ。はいはい、こんな感じ。メテオ版で、あのまあこう、まあ、全然進化元違うけど、こう捨てた時に相手のクリーチャー一体破壊できるっていう、あのデーモンハンド搭載ですね、デーモンハンドを搭載しているフェニックスですね、好きです。強いかさておき強い、好きです。次、おこれあれじゃん、白騎士デッキのシリウスじゃん、見せるか。はい、まあ、12マナで重いんですけど、はい、こんな感じ、ブロック、はい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 、まあ、ちょっとデメリット持ちだけど、まあまあパワーも高いんでね、でブロッカーだし、うんっていう感じ。次、おビギニングロマノフじゃん、 ありがたいですねこれ。ロマノフって結構墓地肥やし多いんですよね、確かうん、ロマノフ一世も確か墓地からなんかこう呪文唱える系のやつだったから、ロマノフデッキ作るのありだな、ちょっと今度作ってみますね。はい、次、ボルメテウス武者ドラゴンね、ザ主人公感がいいよね。はい、ボルカニックアロー搭載なんだよね、能力はまあそこまですごい強いってわけじゃないけど、まあ、結構なんだろう、サポートカード多めで、あの優秀だったりしますよね。次、鬼かい、見たことないな、見たことないわ、はい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 、ちょっと各々でスピードアタッカーでこのクリーチャーが攻撃するとき、ああ、サイキックキラーか。まあ、6、あでも6マナ十分だな。うん、十分十分。先行、あの、相手が5マナで、こう、超次元ゾーンからなんかこう、サイキッククリーチャー出した時に、その次のターンスピードアタッカーでこう、アタックして、サイキッククリーチャー倒せるのは、あ、これ結構ありかもしんない。ちょっと、入れる価値だったらちょっと入れよう。採用価値だったら。最後。おお、無双竜騎ボルバルサークの調整版のカードですね。はい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 、見てください、こう自分のマナソンにあるカードを全てアンタップすることで、こうエクストラターンの再ゲームをなんかしたような感じなんですよね、調整として。ただ全くこれ調整の意味をなさないぐらい強かったんですよ、これはね、デュエプレで、まあ、デュエプレもだいぶ調整されてんだけど、まあ、十分強かったカードなんで、ちょっと嬉しいですね。はい。以上ですね。以上が、ちょっと、まあ、さっきのオリパ開封ですね。で、ちょっと買ったカード紹介しますね。ゾンビカーニバル、リバースチャージャー、ニジエルフィンとか、こう、ちょっと、なんか、なんだろう。本当に、ストレージから取ってきたようなカードばっかりですね。はい。やっぱね、地獄スクラッパーとかね、やっぱあったら買っちゃいますね。地獄スクラッパーやっぱりあったら買っちゃいます。イノセントハンターも。イノセントハンターはね、なんか、そんなになかったんですよね。俺、あの、この、手持ち漁ってみたら、1枚しかなかったんですよ。だから買いました。とか、まあ、ここら辺とかね。ここら辺とか。これのデッキちょっと作ってみたいなっていうね。もう、なんか、水闇速攻みたいな感じの。
てこれね、これ強いよね、これ強いよね、はい、携帯の紙これちょっとねあったら買うようにしてます。はい、でこれ1枚だけなんですけど、まあ、1枚ずつなんですけど、これティラノリンクノバ、あのティラノドリンクって使ってて、あーこれあのなんか名前出てこないけどいたよね、こんなキャラ、うん、なんか双子のね、うん、この2人が主人公みたいなあったよね、あれテルとココロだっけ、テルとココロだよね、うん、確かそんな名前だった気がする。で聖剣獣バーレスク、まああれ漫画版のカードですけど、これちょっと持ってなかったんで嬉しいんですよね。これ初めてのあれだよね、初めてのエクストラターン持ちだよね、ただ条件ちょっときついっていうね、っていうちょっと嬉しいやつ、いかがだったでしょうか。まあオリパ開封動画、まあ全然傷ありだけど、まあプレイする分には問題ないんで、まあちょっと嬉しいかなっていう感じですね。はい、どこだったっけな、やっぱこれ一番嬉しいわ、これ一番嬉しかったっすね、プルートデスブリンガーね、いやーマジで嬉しいわー、とかアクデラセルナとかさ、俺これまたあの帰りに買うわ、あの今実家で撮ってるんですけど帰りにまた買うわこのオリパ、はい、ということでいかがだったでしょうか皆様、ぜひとも皆さんオリパ買ってみてください。全然カードショップ名あの公表してないの、まあ個人的にあんまりなんかよろしくないのかとは思いますけど、見バレが怖いんです、ごめんなさい、ご容赦くださいということで、おやすみなさいませ。